最近ガチで悩んでいるのですが、周りの友人はみんな処女か童貞だな。まあ処女、まあ童貞を卒業しています。自分はまだ卒業できていません。卒業するにはどうすればいいですか？あと童貞は何歳まで許されますか？まあこれ童貞だった場合と処女だった場合の2パターンを2人で話し合おうではないか。なんかもうさ、童貞が嫌だって焦ってるのが非常に若いよね。どうだってよくないか、もういや処女であってもだよ。なんか卒業しなきゃみたいな、そういう観点が非常にガキだなと思う。それは別に卒業してるか卒業していないかはお前自身の評価には全く何もつながらないし、そもそも大事なものだよ。それは童貞であれ処女であれ大事なものだから。ここにいる人たちは童貞だけどちゃんと配信をこうやって楽しみに来れてるんだぞ。すごいことだと思わないか？ここにいる奴らは全員童貞だけれども、童貞は何歳まで許されますか？何歳でもいいよ別に。ここにいる奴らは48歳童貞ばっかりだよ。処女卒業はマジで焦んなくていいと思う。マジで焦んなくていいと思う。本当に大事にして。童貞は大事にしなくていいけど処女は大事にして。いや一般的なね価値観ではね、処女も童貞も別に恥ずかしいことではないし、あそうなんだぐらいな、人は大して他人に興味はないからそんな考えなくていいと思うんだけどな。まあ童貞だったらソープに行って、処女だったら卒業しないでいい。童貞は43歳まで許される。処女は63歳まで許される。雑だな回答が。